今回のゼレンスキー大統領の演説を食い入るように見つめていたのが大阪にいるウクライナの人たち共同で会社を経営する三人は日本の国会であの母国の大統領の姿見れるとも思ってもなかったんですね驚いているところもあるんですけれどもわざわざウクライナ大統領を聞いてくださってまあ本当に好意だなと思いました価値観は あ、ますごく似ています。あ、日本の皆さんもウクライナ人もあ平和で暮らしていきたいです。三人はできることならばさらなる制裁をしてほしいと望んでいます。今回はもうすごい多大な支援はいただいてるんですけれども、あの今の経済制裁今の圧力ではだけでは。 まあロシアは止まらないのは、もう1ヶ月以上、もう1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらい戦争は続いてるんで、さらにさらに強い経済制裁、措置を考えなければならないと思います。